るじゃない。この短期間でよく。でも。ショーがあれじゃね。ステージに上がるレベルには達していないわ。部長、これ以上は見てても時間の無駄です。そろそろスタンバイしましょう。カナ。本物のショーとはどういうものか見せてあげる。もう二度と種族の壁を越えようなどと叶わぬ夢を抱かぬように、徹底的に打ち止め。なんだこのメロン体の高鳴りは。泳ぎたい。お前はウノ。私、カナの歌に合わせて泳ぎたい。カナの気持ちに応えるために。バカな、白イルカとバンドイルカが一緒にショーなどできるわけがない。今日のカナの歌、何かが違う。まるで私たちを呼んでいるような。あなたも同じ気持ちでしょ。私たち二人で一人、思いを一つにしましょう。先輩、聞こえますか？あれは？ルカ先輩！もっとメロン体を振り絞って歌え！はい！ランカさんたちが教えてくれた歌なら、先輩と同じ高さまで飛ぶこと。